続いては N スポ高橋さんです。はい、今日は高校野球の話題です。昨日春の高校野球県大会の決勝戦が行われ、聖光学院と学法石川が対戦しました。この試合注目したのがこちら、聖光学院のキャプテンでプロのスカウトが今年のドラフト候補として注目する坂本智康選手です。どんな選手なのか説明していきます。いわき市の出身です。去年2年生では唯一スタメンに名を連ね、3番バッターとして夏の東北大会優勝に貢献しました。またこれまで高校通算40本のホームランを打っていてパワーがあります。さらに私が挙げるポイントとして、勝負強い打撃、ここぞという場面で1本を打ってくれる、そんな勝負強さが光る選手なんです。この坂本選手を昨日の決勝戦、学法石川の投手陣が抑えることができたのかどうかが試合の行方を左右しました。会津球場で行われた聖光学院と学法石川の決勝戦。注目の聖光学院の坂本智康は3番センターで出場。対する学法石川は最速143キロを誇るエースの高橋兵庫之助投手が先発のマウンドに。坂本の第一打席はノーアウトランナー3塁2塁、先制のチャンスで回ってきました。その2球目のまっすぐを捉えました。快音響いた打球はレフトスタンド一直線。坂本の高校通算41ホームラン目となるスリーランで聖光が先制します。続く2回表、坂本の2打席目は高橋が緩急をつけたピッチングで空振り三振。ここは学籍のエース高橋に軍配が上がります。その後聖光が3回に2点を加え、迎えた4回表、聖光はエースの高橋から変わった学籍の2番手立石を攻め立てます。犠牲フライや3連打などこの回打者一巡の猛攻で7点を奪い、12対0と学籍を突き放します。これで万事休すかと思われましたが、ここから学法石川が反撃に出ます。その裏、ランナー2塁1塁から5番の星名。レフトオーバーの2点タイムリーツーベース、星名が反撃ののろしを上げます。続く5回に学籍は3点を加え7点差に。さらに6回裏、1番の権之上、7回裏には5番星名にも追撃のホームランが飛び出し、学籍が一時12点あった点差を5点差にまで迫ります。しかしその学籍の追い上げムードを断ち切ったのはキャプテンの坂本でした。最終回ランナー2塁の場面でセンター前への強烈なタイムリーヒットで試合の流れを引き戻します。結局試合は序盤の大量リードを守った聖光学院が13対7で学法石川との乱打戦を制し、3年ぶり11回目の優勝を果たしました。嬉しい気持ちはあるんですけど、それが油断につながったら夏は絶対負けると思うので、そこは油断せずにまた見直していけたらなというふうに思ってます。ああいうやっぱりビッグチャンスでいい成果を上げるっていうのがあいつ自身の歩みでもあるのかなと思うんですけどね、まあ、大事なところでいつも貴重なヒット打ってくれることが多いですね。本当に学法石川も粘ったわけですけれども、まあ、それにしても大事な決勝先制点、大事な先制点をこのホームランで、ね、坂本選手取るという、まさに勝負強い打撃でしたね。そうですね。そうした坂本選手の活躍もあって、聖光学院が3年ぶりの春の頂点に返り咲きました。果たして春夏連覇なるのか、夏の大会にも注目です。最後に県内のスポーツ、その他の試合結果などについてお伝えします。では見ていきます。まずは昨日千秋楽を迎えた大相撲夏場所、福島市出身の若隆景は
9勝6敗と勝ち越しました。これで新三役昇進を確実に。また2場所連続となる技能賞も獲得しています。そしてサッカー JFL のいわき FC はおととい天皇杯1回戦に臨みましたが、延長 PK 戦の末惜しくも敗れ2回戦進出とはなりませんでした。ここまで N スポでした。